漫画でっきょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。挑戦の井戸第20回目にして初の挑戦の井戸の動画でございます。さてさて今回のお題はシューザーたちの井戸。挑戦の掟は突用攻撃強化。HP 満タン時に攻撃強化。毎ターン HP 回復となっております。毎ターン開始時に HP 満タンにして突用属性で殴ってくださいねといった感じのお題でございますな。敵さんの弱点は残霊用がマイナス35となっております。それでは今回やっていきますパーティーのご紹介。はい、こんな感じでございます。陣形はバックコンセントレーション。配置はこんな感じです。突用？何それ美味しいの？って感じのパーティーですな。御堂くんはかろうじて突でございますが、ステータスに装備、継承はこのようになっております。装飾品は基本火力が出せるものにしてますが、他の防具は適当です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞ！1ターン目、シウグナスはレッドアブソーブ。ボクオーンはキハチにドミネートストリング。ヨハンはシエイ連撃。キハチは雷戦に連切り。御堂くんはクグツコンビネーションです。さて今回、カタクナにやらないと言っていた挑戦の井戸の動画をアップすることにしたのですが。やらないって言ってたのに、動画ネタ欲しさに結局やってるじゃないか。言ったことを覆すなんて、結局信念がないんだな。プライドなんて最初からなかったんだね。って思われた方いらっしゃるかもしれません。はい、その通りですが何か？まあね。どうせランキングで上位陣のパーティー確認できますし、それ見て80満点とやいやんって思ってたんですけどね。最近丸パクリできるパーティーがなくなってきたんですよね。なもんで今後のために記録として残しておこうと思った所存でござそうろう。まあ私が朝起きるのが遅いせいなのかガチャ引けてない分手持ちが微妙だからかそこら辺はわかりかねますけどね。2ターン目、ヨハンとキハチで OD 連携。シウグナスは守衛発斬。ボクオーンは殴りつけプラス。ヨハンはシエイ連撃。キハチは八重二振り。御堂くんはクグツ召喚です。ちなみに今回のパーティーは螺旋回廊320回の攻略パーティーをベースに、ロロのところをボクオーン、キハチをウルトラデラックススタイルに変更しただけでございます。もっとスコアを稼ぎたかったらもう少し編成を練る必要があるかと思いますが、私的には80満点取れればもう満体でございますのでこんな感じのパーティーでやっております。3ターン目、みんなで元気に OD 連携。シウグナスは守衛発斬。ボクオーンはキハチにドミネート。ヨハンはシエイ連撃。キハチは八重二振り。御堂くんはダウンスキングです。3ターン目でシューザー撃破。あとは後ろの取り巻き戦闘員をしばき上げるだけの簡単なお仕事ですな。4ターン目、シウグナスは守衛発斬。ボクオーンはキハチにドミネート。ヨハンはシエイ連撃。キハチは八重二振り、御堂くんは紅葉師匠です。
1ターン目、シウグナスはナイトメアバクト、ボクオーンはキハチにドミネイト、ヨハンはシエイ連撃、キハチはヤエフタフリ、ミドウ君はダウンスキングです。理想はこのターンでとどめですが、ちと厳しそうでございますなぁ。ミリ足りない感じでございますな。次のターンでとどめでございます。てな感じで6ターンで撃破。さてさて、今回の得点はいかほどでございましょ。843,051点で無事に報酬全回収、安定のランキング圏外でございますが、報酬全回収できればそれでよかろうなのだ。以上、挑戦の井戸第20回、私の報酬全回収パーティーのご紹介でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。